そしたら、飯島ネプロは、なんとも言えない感じの、はい、ゴルフの楽しさを伝えるゴルフエヴァンジェリストのりょうです。10人の選手を救った空気を読む女。はい、国内ツアーの第27戦になります。住友生命バイタリティレディース東海クラシックの2日目の結果をお伝えしたいと思います。 えー、コメントも読まさせていただきますね。はい。愛知県で行われているおります。新南愛知カントリークラブ、三浜コースっていうんですかね。明日雨だね。ちょっとどうなるかな。まあ、今朝も雨降ったんですけどね。ちょっとどうなるかわかりませんけれども、早速結果行ってみたいと思います。初、初日はね、菅風花ちゃんが飛び出したんですけども、1打差についてた山下美羽ちゃんが、今日5アンダー出して、 もう2打差をつけてのトップ。これ見ちゃうとね、なんていうのかな、あの9割以上山下ミュウで決まりでしょうみたいな感じで思う人いるんじゃないねそういう人の方が多いと思いますよ。でもゴルフはそんな簡単じゃないからね。わかんないですよ。菅風花ちゃんも初日みたいにあの伸ばしてくるかもしれないし、秋江ちゃんが今日ベストスコア出してますからね。 それが、ま、ちょっと、あの、いい方向に出るかもしれないし、わかんないですよ、まだ。で、その下の選手が飛び出すかもしれないし、エッティが、ね、まあ、6打差あるけどね、またあのスコティッシュみたいな10アンダー出したらわかんないでしょ <laughs> あるんだからね、あのスコティッシュ女子オープン一昨年の大会で10アンダー最終日に出して優勝するなんて誰も思わなかったでしょ まあ同じスコアだったあの、畑岡ナサちゃんが追い上げて行くかなみたいな感じだったんだけど、もう途中からね、ナッサよりも、エッティの方がどんどんあの、伸ばしてきて、急にカメラがもうどんどんと近づいてってね、2、3台来てたもんね。いや、この子が優勝するんじゃないかっていうことでね。いや、それもあるから。いや、まだわかんないよ。 まだわかんない。あの、賭けごとはよくないですけどもね。あの、ご飯かけてちょっと優勝予想しようよなんてやってるやつもいるでしょう。ね、こん中に <laughs>、はいまあ。ご飯ぐらいだったらね、捕まんないけどね。あの、賭けごとはダメなんですよ、本当はね。あの、ジュースをおごるよとかね。あの、飯をおごるよとか、そういうのはいいんだけど。ね、あの、ちょっとね、ギャンブル的な こととははちょっと規制があるのでで本当はダメなんですけどね、はい、まあでも、そういったのでね、楽しみながらゴルフ見るのもいいかなと思いますけどね。今日、菅風花ちゃん、あれでしたね、あの、斎藤佑樹キャディだから、ちょっと残念ながら娘さんプロテスト落ちちゃったんだよね。だから斎藤佑樹キャディが、あの、17番でね、あの、フェアウェイ歩いてる時に、菅風花ちゃんが大爆笑したんですよ。 で、あれ何喋ったのかなって思ったら、やっぱり、あれかね、小人の話したのかな。<laughs> あの、梅原厚しキャディの梅チャンネルで昔言ってたんですよ。斎藤陽樹キャディがね。あの、小人を見たことがあるっていうね。<laughs> 嘘だろと思って。<laughs> いや、マジな話だってね、真剣に語ってるんですけどね。いやー、そんなわけねえだろうとかってね、思いながらあれ見てましたけどね、昔ね。 え、一年前だっけ結構前だよね。あの、その、斎藤ゆうキャディが、菅風花ちゃんのキャディをやってるんですけども。いや菅風花ちゃんと、キャディさんしか喋ってなかったはずなんですよ。あの、前を歩いてる山下美ゆちゃんは何、何もこう、表情を変えずに、スタスタ歩いてたし。ね、だから、ど、誰と喋ってたのかって言ったら、まあ、キャディさんしかいないから。何喋ってたんですかね。 違うこと喋ってて、笑わしてたのか、ねえ、わかんないですけど。だけど、ねえ、QT ファイナルで失格がなければね、もう余裕でなんかこう、シード権取れる位置に今戦っていたんじゃないかなって思わせるような、あの、今年のプレイだと思いますよ。あの、なんで失格になったかって、まあ知ってる方の方が、まあ多いかもしれないけど、一応ね、一応言っとくと、 あの、11番ボギー、14番バーディーだったんですよ。最終日ね。あの、QT のファイナルで。5位だったんですよ。5位だったんだけど、11番ボギー、14番バーディーっていう風にインタビューで答えてたんですよ。だけど、提出したスコアは、両方パーだったんですよ。あれって言うんで。で、もう、よくよく確認してみると、11番ボギーって言ってた通り、11番ボギーだったんですよ。そこパーって書いちゃったんですよ。 パーの数字を書いたんですね。で、14番バーディのところをパーって書くと、間違ってはいるんだけど、その間違ったパー、バーディのところをパーって書くと、パーになるんですよ。で、失格にはならないんですよ。あの、スコア5にで失格にならないんですよ。バーディのところをパーって書いたらね、失格にならないんですよ。だけど、ボギーのところをパーって書いちゃったから、実際よりも、あの、ね、あの、いいスコア書いたってことで、スコア5期で、 失格になるんですよ。これおかしくないですかボギー、バーディーでしょで、その子パー、パーって書いちゃったんですよ。だから、トータルスコアは一緒なんですよ。だから、ちょっとルール変えてほしいよね。トータル合ってりゃいいんじゃないのと。で、後で訂正してね、失格っていうことにはしないで、スコア自体は、あのー、合ってるから、それは、まあ、失格っていうのはならないんだけど、一応何かのペナルティがあるとかね。 あの、もう一回こう研修受けなさいだとか、まあそういったことで、あの、なんていうのやり過ごしてね、行ってほしいかなと。あの、スコア5期がね、あの、多めに見ろよとかっていう話じゃなくてね、ちゃんとトータルは合ってたわけですよ。だからスコアに変わりはないので、で、おかしいでしょバーディーのところパーって書いたらそこはパーになって失格ではないって。いや、間違ったスコア書いたんだからそこも失格でしょ、という感じでね。 あの、ちょっと変えてほしいなと、あの、トータル的には合ってるんだから、そこは、まあ、ちょっと記載がちょっと違ったよっていうことで、あの、まあ、失格にしないで、あの、ワンペナ、ツーペナあたりで、こう、落としてほしいなと。落としどころをね。それぐらいにして、あの、スコアは、ちょっと、あの、スコア5期で、あの、スコアはちょっと悪くなりましたと、いうことで決着をつけてほしいなというのはありますよね。 まあ、日本だけそういう風にするわけにはいかんからね、あれだけどね。ちょっとルール、そのうちに変えてほしいなと、ね、思いますね。まあ、この時ね、すっごいもう泣き崩れてたそうですけどね。まあ、ご両親はね、泣いても前に進めないと言って、まあ、それを言われた菅風花ちゃんもね、まあ、そうだなと思って。まあ、でも、QT でよかったな。プロテストじゃなくてよかったなと。 思って、まあ、気持ちを入れ替えてね。いや、こういうミスはもう二度としないようにしようっていうふうに考え直して、まあ、あのその先、まあ、今年に入ってからね、プレイするようにしてたらしいんですけど、まあ、実力はある子ですからね。QT、あの5位に入ってたから、5位の、ね、成績だったんですよ。それが失格になったので、あの一番微力血になっちゃったんですけどね。なので、出れなかったんですよ。レギュラーツアー最初の方ね。だけど少ない試合で 結果出して、後半出場できるようになってって、マサダユメちゃんもそうだけど、まあそれで、ね、まだちょっと、あの、シード権にはちょっと遠いけど、でも、あの、それ前半から出てればね、もう間違いなくシード権取れるような位置で戦えてたんじゃないかなっていう、そういったゴルフをする子だなとは、前から思ってましたね。なので、まあ、菅風花ちゃん、この、 最終日ね。明日の最終日。山下美宇ちゃんを任すのか。ちょっとどうなるかね。楽しみですね。岩屋圭ちゃんも今日ベストスコアだけど、初日ね、出だし3ホール連続バーディーからちょっとあの伸ばせずだったんですよ。で、まあ、インタビューでは、まあ初日ちょっとスイングのタイミングが合ってなかった部分があると。それを少しね、あの、試合が終わってから調整して、 で、今日はいいラウンドができたというふうに言ってたのでね。また明日も、あの、大きく伸ばすような感じになるかもしれないから。まあ4打差ついてしまってるけれども、もしかしたら、あの、まあ明日の天気にもよるけども、まあ雨降った方が止まるからな、ちょっとあれなんですけども。でもラフに入れたし、入れてしまったら重たくなってね、余計ね。 深いラフに入ったら、ちょっと難しいアプローチとか、セカンドショットが残ってしまうんで、まだまだわからないかなと思いますよね。はいまあ、ちょっとね、あの、ラフでも、もう難しいラフにこうハマっちゃうと、もうボギーになっちゃったり、で、難しいラインのところに乗ってしまうと、近くてもね、バーディーチャンスとかって言っても、全然もう、 ふーっと切れていくような難しいところのバーディーチャンスだと入らないし、まあ、そういうのがあるから、ちょっとわかんないですね、まだまだね。そんな簡単なもんじゃないよ。山下美優だから、2打差つけてトップだったんだ、トップなんだから、まあ明日余裕でしょうみたいに思ってたら、まあとんでもないことが起こるかもしれないですよね。 山下美宇ちゃんファンの方には申し訳ないけど、面白いあの争いになったりもするかもしれない。あの、サクちゃんでさえ6打差ついて、あ,あ、もう余裕だと思ったら危なかったんだよ。ギリギリだったんだよね。最後。危なかったから、そういうのもあるし、わかんないですよ。で、天本春香選手は、やっぱりね、師匠の伊沢敏光さん、今日本シニアオープン出てるんですけど、いや、弟子が頑張ってるから。 って言ってね、もう気合入ってるんですよ。初日出遅れたんだけど、二日目にね、ファイブアンダー出してね、追い上げてるんですけどね。ちょっと上も伸びてるから、今厳しい位置ですけどね、三日目今日もあまり良くなかったのでね、伸ばせなかったので、ちょっと優勝争いっていうとこまではいけないんだけれどもね。まあ、この師匠とね、弟子の二人が同時に同じ週で優勝なんていうのもこれから出てくるかもしれないですよね。はい。 それからやっぱりね、三ヶ島かなちゃんだよね。三ヶ島かなちゃん。まあ、何があれかっていうと、可愛い可愛い, <laughs> い,い私の後ろにいつもいますけどね。今カレンダーが三ヶ島かなちゃんの月なのでね。まあソニーでさ、二日目でアティストミスで失格。まあ失格の話続けてしちゃうけどね。菅風花ちゃんと。まあ三ヶ島かなちゃんもアティストミスで、あのスコア5期でね。 失格になっちゃったんですよ。14番が3だったんですよ、本当はね。3だったところを2と書いて提出してしまったと。いうことであの失格になっちゃったんですけど。もうあの時ね、暑さでぼーっとしてたらしいですよ。もう沖縄暑かったからね。いや、この時期に沖縄はねえなと私は正直思ってましたけど、私の師匠がね、沖縄の,あの奥さんと。 あの、結婚されていたんで、されてるんで、沖縄ちょいちょい行くらしいんですけど、沖縄どうですかと。うん、暑いよと。<laughs> 当然ね、言ってましたけどね。暑さに弱い私なんかが行くとこじゃねえなとかって思いましたけどね。もう行こうかなってチラッと思ったんだけどね。いや、ダメだな、これやと思いましたね。で、藤田佐伯選手ですよ。右側にいますけどね、5アンダー。で、 4番ホールでもう少しでね、ホーリーワンのすごいショットがあったんですけども、アナウンサーがね、あの、UNEXT 見てたら、アナウンサーが疲れたっていう表情を見せないですよね、藤田選手は、って言うんですよね。いや、そんなことねえから、と。先週のソニー見てないのかな、と。あの、3日目だっけもうすっごい疲れました、つって、ね、<laughs> すっごい疲れました、つって、ね。もう、あの、死にそうな顔してましたよね。 あそう、あれ見てなかったのかなあのインタビュー見てないのかなとかって思ったけどね。まあ、アナウンサーは仕事だからね、他のゴルフ以外のアナウンスもするだろうから、お仕事でね。そこまでチェックできないのかとかって思ったんですけどね。まあ、ちょっとホールバイホール見てください。あのね、あの、山下美優ちゃん、最後ですよね。まあ、途中もね、やっぱり昨日の初日よりもショットがね、あの、ついてたから、あの、初日はね、 あの、何て言うかな。あの、長いパットをうまく決まってくれて、スコア作れたんだけど、本人的な納得がいってないっていうのは、そ,それはわかるんですよ。確かにショットはそんなについてなかった。長いパットをうまく決まってくれて、スコア伸びたんで。まあ言ってることは、まあわかると。まあ山下美宇ちゃん的には、あの、もうちょっとピンに絡めたいショットがついてくれなかったという不満げなことを言ってましたけど、その気持ちはわかると。 だけど今日やっぱりショットついてたし、で、同じ組で回ってたあの菅風花ちゃん。まあ最後ですよ。まあ途中も追い上げたし、デッドヒート繰り広げてましたよ。だから、まあ2日目だからね。そんな追い上げ、追い抜かれとかって、そんな気にすることはなかったと思うんですけどね。大きく引き離されないようについていくっていう感じでいいと思うんですよ。2日目だしね。まあ、いよいよ最終日になってくるとまた、 あの、様子が変わってくると思うんだけど、17番まで2人とも11アンダーだったんですよ。で、菅風花ちゃんが最後バンカーに捕まって、そっからバンカーショットが、あの、スピンが効きすぎて手前で止まっちゃったんですよね。4メーター弱ぐらい残っちゃって。で、まあ、これが、あの、入らずでボキ打ったんですけども、山下美羽ちゃんも、あの、まあ、山下美羽ちゃんをもうじゃなくて、もう、山下美羽ちゃんは、 山下美ゆちゃんはね、あの、バーディーチャンスにつけたんですよ。それも4メーター弱かな。ちょっとあの、距離はわかんないですけどね。画面上でしか見てないから。まあたい4メーター弱だと思うんですけども、それぐらい残ったバーディーパットこれをぶち込んで、ボギーバーディーだからね、2打差、ここで、この1ホールでついちゃったんですよね。最後の最後で。それで2打差で最終日ですよ。なので、まあこの、なんていうのかな。 女王たる、あの、こう、プレーの仕方というかね、それを見せつけられたかなと。途中まではもう競ってるんだけどね。やっぱり菅風花ちゃんも、あの、さすがのプレイは見せてたし、上手いなっていうところも多かったですよ。で4番大きく、あの、右に OB があるところをね、あの、パー、パー3ですけど、右に大きく曲げたんですよ。右に OB あるところ、白食いが見えてるところに落ちて、 で、出てきてくれて、なんとかセーフだったんですよ。だけど、まあ、難しいアプローチが残ってしまってね、ここはボギーだったけどね、なんとかボギーで済ませたっていうことで切り替えられたかなと思うんですよ。その後バーディーも来たしね。6番ではチップインバーディーも見せたし、まあ、なんとか食らいついてるなという感じはしたので、最終日わかんないですね、これね。 二打差リードしてる山下美宇ちゃん、あの、かなり、あの、優位だけど、優位だけど、わかんないですよ、これね。本当にこう、場所によってすごい切れるラインとかあるからね、ショットがそっちについちゃうと、本当に入らないんですよ。入らないの。三ヶ島かなちゃんが本当今日入らなかったもんね。ついてるのに。なんかもう、難しいところについちゃって。で、あの、上りのラインも結構打たなきゃ届かない。 全部手前でキューってブレーキかかって止まっちゃうみたいな。で、今度は打とうって思ったんでしょうね。三ヶ島かなちゃんも。打ったら1メートルオーバーしちゃって。で、今度すごい下りのライン。これが、まあ入ったり、もうちょっとね、精神的にストレスが溜まるような、もうかなり気を使う下りのラインが残っちゃったりとかね。ちょっと難しいこの今日の1日のプレイでしたよね。だからもう本当に、 もうつくところによって全然違うから、あの明日のカップ切ってあるうちももうちょっと難しくしちゃうんじゃない最終日。わかんないけど。だからそれもあって、そ、そこをちょっと見てほしいかな見る人はね、あの、どこについたか、ラインがどういうところについたか、あの、カップに近いか遠いかっていうのもあるんだけど、近くても難しいラインについちゃってもうほんと入らないですよね。 すごいあのカップを外して打たなきゃいけない下りのラインとかについちゃうともう大変。いくらプロでもね、なかなか入らない。え、そんなとこに打って入るのっていう。そこらがキューッと曲がってって入るみたいなのもあったしね。こう行く大変だなと思いましたよね。エッティも今日ね、16番の6メートルぐらいか。 パッと、あのカップにバーンって当たってね、入らなかったんですけどね。まあ、なんとか、あの、パーで済ませましたけど、これバーディーでもおかしくないかな。ね登りのラインはね、結構強めに、必要以上に強めに、いつもの感覚よりもかなり強めに打たないとね、届かないんですよ。すごいブレーキがかかったように、あの、止まっちゃうんですよね。だからもうびっくりしますよ。あの、強烈な登りのラインについちゃった時だけど同じぐらいのところを、 最後の18番でね、あの、同じぐらいの距離ぶち込んでバーディーフィニッシュしましたけどね。いや、え、そんなに打つのっていうような強さで打つんですよ。それでちょうど良かったり。で、まあ、ちょっと強いかなぐらいがね、キューって止まっちゃって手前でね、手前、あの、3、40センチぐらいでキューって止まっちゃうんですよね。そこをちょっとね、あの、見る方はね、見てほしいかなと思いますね。テレビ放送あるでしょ私はテレビ見ないけど。 ネクストがあるから、はい、さっきも言ったようにね、おととしのスコティッシュみたいにね、10アンダーで回るかもしれないよ。ね、エッティが。やっぱり強えな、つっ,ってね。<laughs> 山下美桜ちゃんでも叶なわない。いや、2年連続女王とはいえね、やっぱりエッティには全然歯が立たないな、とかってね、なっちゃうかもよ。わかんないですよね。全然ダメで落としちゃうかもしれないし、もうわかんないですね。それはね。はい。 それから次行きましょう。まあ、次ね。はい。今日ね、あの、コタッキーがね、まあ、さっきも言ったけど、あの、直角に曲がるラインをぶち込んでね、あの、17番バーディー取ったところがあったんですよ。で、コタッキーの次は、あ、このアマチュアの子、ヒロヨシユリナちゃんっていう子、この子14歳だって、中学生だよ。 サクちゃんとね、同じスコアですよ。今日さサクちゃんよりいいスコアでもあったね。サクちゃんは5バーディー1ボギーの、1ダブルボギーがあっての2アンダーだったんですよ、サクちゃんね。5バーディー取ったんですけどね。そのダボがどういうダボかはわかりませんけど、映らないからね。菊池エリカ姫も3アンダーで伸ばしました。でも明日は、サクちゃんは菊池エリカ姫とはこうバラバラですね。組は違います。 リハナちゃんとこの14歳の子とサクちゃんが同じペアですね。はい。それから原エリカちゃんもなんとか伸ばして予選は通過しましたよね。はい。金沢シナちゃんも全然映らないしな。青木セレナ選手はたまちょこっと映りましたけどね。で、今日一番ね、あの、すごかったのが、すごかったのっていうか、 え、そんなにっていうのがね、岡山エリ選手ですよ。最後のバーディーパット決めて、2アンダーに伸ばしてのフィニッシュだったんですよ。ここでの喜び方が尋常じゃなかったんですよ。あの、優勝したかのような、もうね、大喜びしてたんですよね。まあ、なぜかっていうと、あの、カットラインがイーブンから1アンダーに上がって、1アンダーがカットライン。でも1アンダーも難しいよ、みたいな感じの、 あの状況だったんですよ。この岡山え里選手が18番プレイしてる時は。1アンダーでもちょっと危ないかもしれない。1アンダーの人が伸ばしたら、これはちょっと危ないよ。でも、ここで最後にバーディーパット決めて2アンダーに伸ばしたので、これは安心と。予選通過ですねと。 これが大きいんですよ。やっぱり予選通過するしないんでどれだけ大きいかっていうのがわかると思いますよね。この喜び方は本当に尋常じゃなかった。これ X とかで流してほしいんだけどな。本当に。あの岡山エリ選手があんなに浮かれてね、喜ぶ姿っていうのはね、初めて見ましたね。優勝してもあんなに喜ばなかったと思うんだけどな、前ね。はい。はい。そして、まあそれから、えー、ホールバイホールはちょっと飛ばしてね、行きましょう。はい。 で、ここ次。ここのページ。空気を読む女が一人います。誰でしょうわかりますかねこれ、わかったらすごい。わかったら、まあ、UNEXT をちゃんと、あのー、見てた方ですね。はい。まあ、それか、UNEXT を見てたか、もう、ちくいち、もう、JLPGA のホームページをチェックしてた人か、っていう感じですかね。あのね、 まあ、ちょっと、ホールバイホール見せましょうか。はい。まず、あの、西村ゆなちゃんですね。まあ、モネちゃんもイーブンでね、なんとか予選通過しましたけど、西村ゆなちゃんも今日ね、6バーディー取ったんですよ。まあ、3つボギーがあったっていうのもあってね、あの、3アンダー止まりではあったけど、6つバーディーが来たっていうのは、ちょっとショットの面でね、上向きになってきたのかもしれないですよね。これちょっとアメリカに帰った時が楽しみかなと思います。 そしてタランティーノさんですね。タランティーノさんすごいよ。9バーディーだからね。9バーディーですよ。9バーディー取ってなんで4アンダーなんだよ。だね、<laughs> まあでもしょうがないじゃないですか。まあ3ボギー、1ダブルボギーがあって、9バーディー取ったけども4アンダーということでした。でもバーディー取れるっていうのはすごいでしょ。ねえ。やっぱ湧きますよね。バーディー取って。まあダブルボギーなんかもあっても、まあしょうがないしょうがないって言ってね。 まあ次っていう感じでね。ギャラリーの方もね。まあ、バーディーが多いとやっぱりね、盛り上がりますよね。3連続バーディーなんかあってね。それから、武田リ央ちゃんが逆に、全然もうスコアが動かない。しかも、バーディー取った後のダブルボギーで。はい、まあ、そういう、こう、詳しくも映らない、あの、組だったからね。そこは詳しくは、あれでしたけど。だけど、あれだったね。多分ね、あの、2日目終わるとね、ドラコンがあるんですよ。 このドラコンにかけてるのかもしれないしね。去年優勝したからね。去年、武田りおちゃんがドラコンを優勝したんで、穴井らら選手を任してね。はい。なので、そっちに集中してるのかもしれないですよね。はい。わかんないけど。そして、増田ゆめろちゃん。ま、今日はやっぱりね、チラッチラッと映るんだよね。やっぱりね、わかってるね、U。ユーネクストさんもね。今日は緑のウェアでしたけど、やっぱり竹村、竹,竹、竹村じゃない。 竹本里奈ちゃんね、一緒に回っておりますけど、あのね、キャディでね、やっぱりかわらしい二人を映したいでしょね、カメラマンもね。だけど今日さ、イントネーションがアナウンサーおかしいん、ね、今日アナウンサーの話ばっかりしちゃうけどさ、イントネーションおかしいんだよね。マサダユメのちゃんじゃないですか。マサダユメのって言うんですよね。マサダユメのちゃんでしょマサダユメのだよね。 マサダユメノちゃんですって、マサダユメノですってね、言うんだよね。うーん、ちょっとおかしいなと。<laughs> ちょっとおかしいなと思うんですけどね。まあ今日ね、2連続バー、連続ボギーの後バーディーね、5メートルぐらいあったバーディーパッとぶち込んでのバーディーで、よしと思ったんで、その後ね、16番でも落としてしまって。でもね、最後18番も危なかったんですよ。 ちょっと危なかったけども、なんとかねじ込んでパ、パー、セーブで、2アンダーということですね。でも明日豪華だね。武田り夫ちゃんと、増田夢乃ちゃんと、岩井千里ちゃんっていうね、この豪華な3人が、あの、この位置でのペアリングになったのでね。逆になんかこう、そこに、あの、あ、このペア見たいねっていう感じでね。 あの、最終日最終組にこう、べったりつくっていう感じよりは、あ、ここ見てみたいなって思わせるような感じのペアリングになった感じかな。はい。まあ、川崎春香ちゃんもなかなか伸ばせずでしたけどもね。で、山地明選手は50位タイまでがね、あの、予選通過ラインですからね。まあ、なんとかギリギリ予選通過しました。最後の最後、18番でバーディー取ったんで、 1ワンアンダーに乗せて予選通過です。はい。危なかったですね。で、その次ですよ。はい。こちら、見てください。はい。まあ、グレーに塗ってある選手は10番からスタートした選手ですね。だから、イーミニオンも、ペソンちゃんも、最後の9番でバーディー取って予選通過ということですよ。はい。なので、まあ、こういう選手たちがね、たくさんいる中でね、 最後に残った選手が横峯桜選手だったんですよ。横峯桜選手。ね。わかります ?1 アンダーだったんですよ。で、まあ、あの初日ね、4アンダー出してたからね。まあ、結構組的にはあの、後ろの方の組だったので、まあ、最後の方に残ってたわけですよ。みんなホルワールアウトしてね。で、50位タイが1アンダー。これ結構いたわけですよ。横峯桜選手は合わせれば11人いたわけですよ。 この人たちがみんなホールアウトしてます、もうすでに。で、50位タイです。横峯桜選手がバーディーを取ってしまうと、まあ、横峯選手の、あの、他の選手10人は予選落ちなんですよ。51位タイになっちゃうから。だから祈ってたでしょうね、皆さんね。横峯桜さん、バーディー取らないでと <laughs>。思ってたかどうかは知りませんけれどもね。まあ、 見事にと言っちゃ失礼かもしれないけど、バーディーは取れず、で、ワンアンダーのまま終わって、あの、他の10人は予選通過できました。ね。空気を読む女、横峯桜選手でしたね。<laughs> 空気を読んだわけじゃないけどね。実際はね。まあ、一生懸命プレーして、実際そうなってしまったというだけなんですけども、一応ね、あの、見る側としては、 ああ、横峯桜空気読めるな、とかって。<laughs> 他の10人のワンアンダーグループの人たちはね、はい。その人たちのファンの方、応援している方たちは、ああ、横峯桜、ありがとう、と <laughs> いう感じになるでしょう。ね。そういうことですね。空気を読める女という、あの、お話でしたけどもね。それから次行ってみましょう。はい。いや、宮田成葉選手は、3アンダー出したけど届かず。 っていう感じでしたね。佐久間朱里ちゃんもダメでした。ねやっぱりね、調子いい時に勝ちきれなかったのが痛いね。こうやって調子を落とす、あの、時期に入ってきてしまって、優勝から遠ざかって、で、最後、やっぱり、あの、試合数が少なくなってきて、焦りも出て、やっぱり勝てなくなって、来年、みたいな感じで今年も勝てなかった、ってね、なる可能性が高いんですけども。まあ、でもね、 なんとか、あの、調子を取り戻してね。まあ、シュリちゃんはどうなのかなアメリカ行きたいっていうタイプなのかなあんまり話は聞いたことないですけどもね。まあでも、活躍すればそのうち、ね、エッティみたいに全然行きたくないって言ってた人がポンと行ったりするからね。モネちゃんみたいにね。わかんないですからね。はい。そして、アナイララ選手も落ちたので、あの、この後、もうすでに終わってるのかな あの、発表はないですけど、ドラコンに集中ですかね。アサイ選手はね。去年は記録なしだったからね。はい。誕生日だった宮沢美咲ちゃんもね、昨日ね、まあ、なかなか伸ばせずでしたね、今日はね。今日伸ばして予選は通過してくれるかなとかっては思ってたんだけど。はい。あ、レイチェルもダメでしたね、まあ。ランゼちゃんもね、妹のランゼちゃんも、あの、プロテストね、ダメだったのでね。 ちょっとお姉ちゃんはと思ったけどね。お姉ちゃんも。ちょっとね、妹の、ね、あの、敗退に、がっかりして、プレイに、支障が出てしまったかなとかってね、思ったんですけどね。はい。鶴岡カレンちゃんも。で、吉本こ,こねちゃんも、落とし、落として。あの、フェアウェイキープ率は高いんですけどね。なかなかそれが、あの、スコアにつながらなかったですね。はい。そして最後です。はい。 まあ、安田優香ちゃんも熱かったから、ちょっとね、大変だったのかな <laughs>。高木優奈ちゃんが、まあ、去年のルーキーで一番最初に優勝争いに加わって、優勝をもぎ取る選手かなと私は予想しておりましたけど、今のところ、菅風花ちゃんが上に立っておりますね。はい。マ田ダユちゃんももうちょっと時間かかると思ってたら、全然だったね。本当に活躍しましたよね。はい。 で、後藤美優ちゃんもダメだったし、それから、横ゴユイちゃんも伸ばせずで。まあ、注目のいいひょそも、今日は、今回は予選落ちということでしたね。そして、かわいい、かわいい、安田、安田じゃない。あの、山田さほちゃんも伸ばせずでしたね。ここでバーディーが来たから、あと3打差。あと3打縮めれば、 っていうところまで見てたんですけどね。なかなかスコアだけしか見てないから、プレイは見てなかったので、ね。はい。逆に3つ落としての3オーバーでしたね。3つ伸ばせばっていうところまで行ってたんですけど。はい。残念でした。あ、3つじゃなくて4つ落としたのか。はい。残念でしたね。まあ、ミパミパもダメでしたね。清本みなみちゃんね。はい。それから、あー 危険した選手がいます。神谷空ちゃん、そして竹内美幸ちゃんと、そして安心ね選手ですね。安心ね選手はプレイ中じゃなくて、プレイする前に危険しましたけど。はい、ウェア見た方教えてください。どんなウェアだったかなと。どんなセクシーウェアだったか教えてください。<laughs> はい、あとね、今日の UNEXT の放送で、いつもね、解説者の方が来るんで、アナウンサーはね、 最後に解説者を紹介して終わるじゃないですか。あの、今回は飯島茜プロだったんですけどもね。で、あの、解説は飯島茜プロでした。ありがとうございました。で終わるじゃないですか、普通ね。普通はね。今日違うんですよ。えー、今日の解説は、え島、ー、飯島茜さんでした。ありがとうございました。って言ったんですよ。<laughs> ええ、長いなと。そしたら飯島茜プロは、なんとも言えない感じの、ありがとうございました。えー、みたいな感じで、<laughs> おーっと、ちょっと、私の名前忘れたのみたいな感じのね、ちょっとなんとも言えない、ありがとうございましたが、もう爆笑しましたね。<laughs> あれ、今日の、今日の放送で一番笑ったかもしんない。<laughs> あれはいいな、今日のアナウンサー逆にいいね。ほ <laughs> んと。 <laughs> ねえ、マサダ、夢の選手ですとかね。イントネーションおかしかったり。藤田佐伯選手は、ね、え疲れた表情を見せませんね。いや、違うでしょうとかね。突っ込みどころの満載のアナウンサーっていうのも逆に面白いかもしれないですね。はい。 飯島じあかねプロいいですね。なんとも言えないありがとうございました。いただきました、最後にね。<laughs> すごい笑ったが、あれ。最後にね、まあ今日、やっぱりね、サクちゃん、応援してるサクちゃんとか山田サホちゃんとかね、マスダユメちゃんも大きく伸ばすことができず、うん、残念だなとかってね、思いながら、やっぱり応援してる選手がね、なかなかこう活躍できないと、そんなにこう、 ねえ、いい試合だなとかってね、もう心が踊らないじゃないですか。だけど、最後に笑わせてくれましたね。<laughs> 最後に笑わせてくれた。いや、今日の放送良かったですね。最後。<laughs> はい。まあ、ドラコンのね、プレイは明日出るのかなテレビ放送があるのかもしれないですね。はい。なので、まあ、それもちょっとね、明日お伝えできればと思いますけどね。 ははい、いいいいそれではコメントをいつも通り読まませさてたただきたいと思います、えー。ロプノールさん「これで増田夢の選手が勝ったら実力にビジュアルがプラスするからもう誰にも負けない,いや、えー、増田夢の選手の天下になるでしょう」まあ勝ってばね、まあ、まあ今回はちょっと難しいだろうけどもそのうちね優勝したりするとかなり話題になるかなとは思いますね。 やっぱりね、ゴルフ知らない人にね、写真見せるとね、画像を、ネットで調べて画像を見せると、おー、かわいいねってみんな言いますよね。はい。そして、エ星じいさん、菅風花ちゃん、去年の QT のやらかしがなければあ、そうですね。まあ、私も今日言いましたけど、まあ、確かにね。まあ、ステップツアー、34、今やってますね。山陽新聞レディースね。 小脇のそうそうのんちゃんが出てるんですよ復帰したんですよまさかもうこんなに早く復帰するとは思ってなかったんですけどねまあこ股関節痛でずっと悩んでたんですけどね腰痛があったり股関節のあのちょっと骨が当たるとかっていうね骨を削るような手術をするとかなんとかって言ってたんですけどねまあ今年は無理だろうけどって本人言ってたからあ今年まああのまあまあ ね、ちょっとあの練習してねあのもあのスイングとか体の調子とかが戻るまで、まあ、今年いっぱいは、まあ、あの調整だなと思ってたんだけど出るって聞いてねええー、と思って、まあ、確かにちょっとねあのスコアはあまり良くはないけどもまあまああれですよねいきなりそんなもう。 優勝争いいすするようななな簡単な世界ではないでは皆さん、もう一生懸命練習して試合に臨んでるからね、あの試合にあのいつも上位にいる人たちだけ注目されがちだけどね、あ,のあんまり上位に来てない選手も必死超えてトレーニング練習いっぱいして臨んでるわけですよ、だからいつ勝ってもおかしくない選手たちがゴロゴロいるわけですよ、ステップでもね。 あの名前聞かないっていうだけで我々がねあまり名前たくさん見ない顔も名前も一致しないっていう方もいらっしゃいますけどねだけどあのそういう選手がゴロゴロいるわけですよその人たちに立ち向かうとなったら故障明けでは無理なんですよねなのでそんな甘い世界じゃないからでもあのプレーできてやっぱりのんちゃんってね本当にゴルフが好きなんだよねだから痛くても出たりしてましたと。 正直に言ってましたよだけど、故障をあけでね、出れて、まあ、試合感が取り戻せれば、あの、いいとは思いますよね、確かにね。まあ、私も、まあのんちゃんのスイングは好きなんですけどね、あの、フォローの感じよりも、あの、バックスイングからトップにかけて、それから切り返してからインパクトの、あの、あそこあたりの振り方っていうのがね、 好きなんですよねだからあとフォローがねすごく大きいのがあのもうちょっと違う打ち方にするともっと飛ぶんじゃないかなとかって思ってしまうんですよねフォローがすごい大きいでしょあれ吉原るみちゃんみたいにしたらすげえ飛ぶんじゃないかなとあの本当に飛ばし屋の部類に顔出すんじゃないかなとあのドラコンっていうまあドラコンっていうかねドライビングディスタンスのかなり上位にまた来るんじゃないかなと あの飛ばし屋っていうまあ飛ぶのは飛ぶんですけどねだけど飛ばし屋っていう部類には全く入っていないじゃないですか記録ではねあのコンスタントにあのス,コあのスコアっていうかあの飛距離は出る選手なんですけどもあのファーパー5でもね、まあ、2を狙ってこれる飛距離は出せる子なんだけども記録的にねあのドラコン選手ドラコン選手って言わないかあのドライビングディスタンスが上位の 方に来るようなあのですよねまあそのスイングが好きなんだからまあそれはそれでいいんですけどねまあ変えろっていう意味じゃなくてねあのそのあのインパクトまでのこう形が私はすごく好きでね、はい、だからあのフォローは吉原美ちゃんのフォローが好きなんですよあとねまあ他にも 藤田選手みたいなあ飛距離出るんだけどあまりフォローはそんなにこう力をブンと振ってあのなんかこう力感がない力感があるような打ち方をしない何になんか飛んじゃうっていうねそういうのが結構好きでねはいそれからえっ、ー、と安川さんですかえっ、ー、とアーカイブス、えー、19年度 初日12番ロングで2音ぶこすごかったな今までは考えられないような、えー、お客多かったね、えー、セミもうるさいほど泣いてたし武田り央ちゃんの全店かモネちゃんの測ったようなちょい店かあ引きつけるますよ引きつけるますよ、うん、まあタイピングミスかユナ、えー、ちゃんは珍しく白だったうんユナちゃんいつも白だよね あパンツじゃないよ <laughs> パンツじゃなくてね。あの下白が多いですよね、ゆらちゃんね。上は水色でしたけど、初日ね。二日目はきょ今日は映ってなかったよね。はい。それから、えー、のぼるひらぎさん。えー、りょうさんこんばんは。さくちゃん映らない、寂しいな。ほんと、寂しい。ほんと寂しい。さくちゃん映らないのが、ほんとにちらっとしか映んなかったから、ほんと寂しいですね。 まあフェアウェイキープ率も悪かったしね、今日ね。あんまり良くなかった。やっぱり狭いよね、フェアウェイね、今日、今回のコースはね。明日2日目はしっかり伸ばしてほしい。まあちょっと伸ばせなかったけどね。まあでも、最終日伸ばして上位でフィニッシュしてくれることを願いましょう。それか、あの、連続バーディーかなんかでね。 おこれはすごいぞって言って注目にちらっと入ってくるみたいな感じのがいいかもしれないですねそういった映り方もあるから、はい、それから、えー、和尾山本さん竹、えー、田龍ちゃんはプロで活躍したお母さん、えー、おばさんとサラブレッド感があるけど自分の好きなのは特別なコーチを持たないでゴルフ経験の少ないお父さんと二人三脚で今でもすごい活躍してる美優ちゃん 特別に可愛くはないけど、そんなことないんじゃないあの、眉毛がさ、ゲジゲジ眉毛だったデビュー当時よりはかなり可愛くなってると思いますよ。どっしりした下半身を、いいとこ見えつけてますね。まあ、どっしりとした下半身っていうよりもね、お尻がすごい綺麗な形してんだよね。あの、上田桃子ちゃんの次ぐらいにお尻が綺麗ですね。はい、鍛えてる選手、それから、まあ、骨盤がこう横に広がってる選手は、 意外ととね、ね、なんかなんかでで聞いたことあるんですけど、ね、骨盤が横に広がってるお尻の大きなタイプの人っていうのは、まあ、相手に対してね相手に対してあのすごくこう思いやりがあるとかあのそ,うそういうあの性格のタイプの人がすごく多いっていう統計が出てるらしいんですよ。あの人に尽くすとかね相手に尽くすタイプみたいな感じの,あの人が多いっていう統計が出てるらしいんですよね。 あの骨盤が横に広がってるあのお尻の、お尻に厚みがある外国人タイプのお尻の大きさじゃなくてね、あの横に広がる、まあ俗に言う安算型のお尻みたいな、あのまん丸でしょあの、山下美由ちゃんのお尻って。そういうタイプの人が、あのお尻は最高ですね。後ろからパッティングの、ね、練習ずっと見てて、白飯食えるもんね。<laughs> 何言ってんだという感じだけどねまあ山下美羽ちゃんこれ見ないから大丈夫ですね <laughs>、はい。あ娘さん鍛えてみたらうちの娘はねあの鍛えませんうちの娘はねあの笑いのセンスがあるのでねあの人を楽しませるあの感じの,あの仕事が合ってると思いますねまあゴルフとか、まあ、運動はそんなに、まあ、普通ですね運動は普通ですまあかけっこも普通だし 運動神経的なものも全部普通ですね。なのであのまあさくちゃんみたいにね運動そんなにこうできない子でもゴルフはね、まあ、同じスイングの繰り返しの練習だからまあいいと言えば言いいかもしれないけどチラッとやらせてみたけどねあセンスないなと思ってね <laughs>、はい、まあまあお兄ちゃんよりは妹の方が運動神経は良さそうかなとちょっとだけね。 まあでもゴルフはやらせませんね。やりたいって言えばやらせてあげるけどね。やりたいって興味はも、興味をまず持たないですよね。やってみなとかってね、言ってもやらないですからね。それから、えー、これは、えー、高井高井さん。はい、一日風花ちゃんについて回りました。おおいいですね。テレビカメラがないのが残念なくらいほ、ほとんどホールがバーディーチャンスでしたよ、とね。今日はバッチリ映ったじゃないですか。どっか映っ た2日間連続では見に行かないかあと2つは伸ばせてたまあそうですね最後のパットもあれ惜しかったもんね初日のあれ跳ねたもんねポコポコってねあれ跳ねてなかったら入ったかもしれないですよねはい、まあ、飛ぶしショットがきれまあ山下美夢ちゃんよりは飛びますよね飛ばし屋っていう部類ではないけどね、まあ、いつも山下美夢ちゃんの方が今日は先に打ってましたからね あとは以前から課題のパッド次第と。みんなそうだよ。みんなそう。パッドがね、パッドの名手、鈴木愛とかって言うけど、あれ、あのなんでそういう風に言われてるかって、パッドの練習を私は下手くそだから一生懸命しないといけないって本人言ってます。だからみんなパッドなんだよ。まあ、周りは言うよ。周りはみんな言うよ。パッドの名手、鈴木愛と。 言うけど、いやでもね、私は下手なんだと。だから練習しないとダメなんだと。だから人一倍練習するんだと。言ってるぐらいパターン練習を一生懸命やるんですよ。だから、あの、入るっていうのを周りが見てるから。だからうまい。パ,あのパターンはやっぱり鈴木愛ちゃんだなとかって、みんな周りの人は言うんだけど。だからみんなパッドなんですよ。パッドが課題なんですよ。 入入るかからないかそこなんですよねだからその前にショットがブレてたらもう話にならないよっていうことなんですよね。である程度のショット力があればあとパターでなんとかするタイプの人はスコアまとまる。だからあの三ヶ島かなちゃんも勝った時そうじゃないですかあと森田遥ちゃんとかもそうだよね高橋さやかちゃんとかもショットメーカーって言われる人たちある程度ショットがつくからスコアはまとまる。 だけど、優勝って言うと、なかなか優勝が来ない。みたいなショットメーカーの子。でも、パッドが入り出すと、ああやって優勝するんですよね。そんな感じ。パッドですよ。みんなパッドですよ。だから、パッドの,あのコーチとかもいるでしょ。パッド専門のコーチとかいるでしょ。その人に合ってるかどうかは知らんけどね。パッドのコーチっているじゃないですか。だから、モネちゃんはアメリカにね、 今帰ってきてるけど、アメリカ行ったときね、まあ、通訳兼もあるけど、あの小倉千尋選手のお姉ちゃん、あのひろみさんが通訳も兼ねて行ったでしょあの。あの方はパッティングコーチですからね。で、そのもう一人、男性のパッティングコーチも一緒に連れてって、たまにキャディーもしたりとかしてたじゃないですか。パッティングコーチ2人つけてるんですよ <laughs>、まああの。実際に教えてもらってるかどうかは知らんけどね。パッティングコーチの人… 2人を引き連れてアメリカに渡っていたわけですよね。身の回りの世話とかご飯作ったりとかかな。うん、小倉ひろみちゃん、シャーンだって、小倉宏美ちゃんの場合は、ね、通訳もね兼ねて。はいまあ、詳しくは、ね、モレちゃん本人に聞かないとわかんないけどね。まあ、楽天のチャンネル見れば、そのうちそういうのも話も、ね、出てくるんかもしれないですけどね。今年のアメリカツアーどうでしたみたいなねあの小倉。小倉千尋ちゃん。 ちひろちゃんは違うか。あの、ひろみさん、お姉ちゃんの方ね。ひろみさん、と交えてね。ご飯でも食べながらいろいろ質問したりする動画はそのうちに出るんじゃないですか。はい。それから、あしゅんさん。山田さほ。字が違うけどね。あの、かれで頑張ってほしい。もう、犯罪級の可愛さでしょ。本当に、可愛いまあ、予選落ちしちゃったけどさ。可愛いよね。本当可愛すぎて困っちゃうよね。本当にね。 ちょっとねあのサインもらう時ね目合わせづらかったもんねあんまりかわいいいやほんとかわいいなこの子と思ってねねまあ自分が親だったらね親でもねやっぱりね変な男と付き合うなよとかってね言いそうになっちゃうぐらいほんとかわいいですね <laughs>、はい、それから最後ヒロンさんですねふうかちゃんの最後のステップになりそうな、えー、地域未来グループレディース を観戦し、サインもらっていてよかったですと。えー、福岡の大東健拓では声かけたらニコッとしてくれたのが思い出されます。同じ九州人として応援しています。あれ、ココちゃんどうしたココちゃんって誰ココナッツのことまあ、同じ九州だからそうなのか。はい、まあ、ココナッツもね、頑張ってはいますよ。頑張っていい、まあ、そのうち、あの、ね、ショットのキレが戻ってくるとは思いますけどね。 だから、人間がやることだからね、ちょっとずつずれは出てきちゃうんですよ。だから、一生懸命練習しながら、調整しながらっていう感じで、ゴルファーはいつも練習して、休みなくやってるんですよ。休まないでしょ、月曜日でもね。まあ、友達とあのご飯食べに行ったりはするけども、もう完全にもうクラブ握らないっていう日は、結構少ないって言いますよね。クラブ握らない人もいるかもしれないけど。 だからそういうふうに年中無休みたいな感じでねゴルフのことを考えながらやってるわけですよ。ねサラリーマンは土日休んだりしてるでしょ。で気楽にテレビ見てねゴルフ見たりする,すると調子悪い選手を責めたりしてねなんだダメじゃないかとかねいろいろ文句言ったりしてね、まあ、言われる方はたまったもんじゃないんだけどね言う方は気楽でいいよね逆に言われる方の立場になったらもうほんとへこみますよ。 だから、UFO の立場の人、あの、勇気があるんだったら、自分で発信してみてください。X でも、なんか SNS、YouTube じゃなくてもね、YouTube 結構やるの大変だから、あの、インスタでも、X でも、自分はこう思うとかね、発言してみてください。もう、反響があることを言ったらね、あの、すごいへこむコメントが返ってきたりしてね、嫌になりますよ。だからね、UFO、ちょっと気をつけた方がいいですよ。もう 自分はそういうのやらないからいいんだって,ってね人を傷つける立場になると何かしらで絶対返ってくるから因が応法ということでねはいまあや,やっぱり自分のしたことはね相手にしたことはね返ってきますよだから私はあの傲慢にならないためにね何か指摘があったら指摘してくださいと間違いがあったらねあの正してくださいとね前も言いましたようにねでやっぱりね 自分が正しいと思ってね人間っていうのはねあの、ほっとかれると傲慢になるんでね、注意してもらう人がいた方がいいんですよね。いや、まあ、この間こう言ったけど違うよとかってねあの、どんどん入れていただいて全然構いません。やっぱりね、正してもらわないとね、ダメなんですよ、人間っていうね。怠惰な生き物ですから、人間っつうのはね。なので、頑張っていきましょう、皆さんでね。はい。まあ、自分の会う人とね、 あのこのチャンネルのコメントの人たちがもう残ってねまあいいチャンネルになってほしいなとあのチャンネルを伸ばしてねあの広告費いっぱい稼げたいとかそういうんじゃないんですよね自分と会う人たちが残ってくれればいいかなと思っておりますねある程度あの残ってくれればあのいつももう疲れるようなコメントする人はもうやめてほしいとかってね思うよりはあの再生数伸びなくてもいいからそういう人たちが集まってくれた方がいいですね なので、まあ、応援していただける方は是非、ぜひ、いろいろ意見を言ってたいただいてね、こういう動画作ってみたらとかいう意見でも、まあ、あのできないかもしれないけど、この人のインタビューを撮ってきてとかね、あの練習してる風景をあの撮ってきてよとかね、あそういったのもね、あの言うのは全然ただですから、どんどん言っていただいて構いませんのでね、ぜ、は、ひ、い、よろしくお願いいたします。 このチャンネルではこうしたプロの試合の解説の他にもね、いろいろな動画をアップしています。このチャンネルのアイコン、侍が100を切っているアイコンがありますけど、このアイコンをクリックすると、本の見出しみたいにね、いろんなテーマの動画をまとめてありますので、試合の解説以外には他にも、まあ、100切りを目指す方の参考になるレッスン動画などを実際に自分で試した動画とかね、話のネタになる豆知識とかね、 ランキンキグとかか、まあ、他ののツアーなんかもやってますのでね解説そういったのもありますのでよかったら見ていってくださいまあ時間ないから後で見るよっていう方はねとりあえずチャンネル登録だけしておいて後で見ていただければと思いますのでねチャンネル登録っていう下のボタンをねクリックしておいてくださいではまた「